皆さんこんばんは。 YouTube シラバス、フランス料理担当の坂井敦です。今日は5月13日月曜日ですね。5月2回目の放送です。先週作ったあのみんながジルも大絶賛の、ジル人参嫌いなんですけど、ジルが大絶賛の人参を使ったケーキに引き続き、人参を使った、スープ、ポタージュクレイシーをご紹介します。人参のポタージュのことをポタージュクレイシーと言います。材料こちらですね。では早速作っていきます。よいしょ。オリーブオイルですね、鍋で温めて。玉ねぎ、西洋ネギなかったら白ネギで結構です。白ネギ、しんなりするまで中火ぐらいで炒めていきます。しんなりさせますね。しんなり、しんなりとしてきましたので、人参薄切りにした人参ですね。でこの全体を、玉ねぎ、白ネギ、またはポワローを全体をこう人参となじませて、で中弱火、焦げないぐらいの温度にして、蓋をして蒸し煮にします。蒸し煮にすること、食材が持っている水分を使って蒸し煮にすることをエチュベと言います。エチュベ、10分間して、余分な水分を取っていきたいと思います。では、エチュベですね、蒸し煮に10分しました。こう焦げつかないようにね、火加減は注意してください。で人参ももう火が通った状態ですね。水分も抜けて甘くなってますので、ここに鶏のだし汁、それから生クリームで塩ですね、適量の塩、すごいシンプルな材料です。でも人参が美味しいこの季節にね、春先の甘い人参を使って美味しくできます。でもまた再び蓋をして、沸騰するまで一回様子見ましょうか。沸騰して、ではスープが20分煮込み上がったので、20分煮込んだ状態ですね。これをミキサーで滑らかにしていきましょう。でこれ安全装置がついているので、あの比較的安全なんですが、ついてないものは温かいものを回すときに暴発しますんで、布巾で、濡れ布巾でしっかり押さえて、こうフラッシュとか使って最初馴染んでから回すようにします。で近くに小さなお子さんがいないように配慮した上で、行ってください。でよし、再び温めて試食していきましょう。スープでしょ、エキストラバージンオリーブオイル、マスカルポーネチーズがポンと置いたりすると美味しい、アーモンドスライス、人参のポタージュクレイシーの完成です。
では人参のポタージュが出来上がりましたので試食していきます。ありがとうございます。本当食べるよね。いや毎回これを楽しみにしてると言っても過言ではないですね。昨日おとつい連休でずっと居酒屋でご飯食べてて4キロ太って帰ってきたんですよ。最悪でしょ。いやまあでもやっぱ食べ過ぎちゃいますよね。だからこそこう体にいいスープを食べるっていう。断食したぐらいがいいんじゃん。断食ぐらいしたほうがいい。でもなんか食べないともったいない感じがするって言ってこうなっちゃう。じゃあすいません、いただきます。人参苦手食材でしたっけ。形によります状態によります。じゃあすいません、いただきます。スプーンを噛むなって。本当に音を出すな。来週はもうしないですか。噛むなって。歯に当てるなって。子供か。今なってなかったですよね、はい、いや、鳴らせないよ。いや、味ですから、味、うん、すごい人参って感じですね。こう自然な甘さって感じがします。それはそうでしょう、加糖してませんから。はい、だから人参、この人参甘いですね。体に優しい。甘い、うん、めちゃくちゃ甘い。当てるなっつや、音出すなっつって。どんな口しとんの。絶対彼女と食べに行って気があるよ。まあ彼女おらんけどね。まあ間違いないです。募集中ですから。聞いてご連絡してくれれば。公開しようか、お前の携帯番号。そうですね、はい、またあの概要欄というかコメント欄に載せるんで、あの気になる方はぜひご連絡いただければ。ダイレクトメールだけはちょっとご遠慮して。どっちやねん。どういうことやねん。電話はかかってきていいんか。はい、直接電話でお願いします。はい、メールだと僕気づかない場合があるんで。はい、すごいな。やっぱり食べ過ぎたんですけど、やっぱちょっとまだお腹が空いてるんで。美味しい。はい、ちょっと美味しい。残さず食べたいんで僕。どうぞ食べてください。ちょっとでもなんかこれだけだとちょっと物足りないんで僕。ちょっとパンと一緒に食べたら。パン。あのちょうど僕パンを入れてたんで。試食のために僕ちょっと毎回ここに忍ばせてるので、ちょっとこの辺注目して膨らんでたら多分パンが入ってる。潰れてるから。ちょっと潰れてるから。何を言うてんの。パンつけながら。せっかくなんで。何を言うてんの。あ、めちゃめちゃ。クノールの CM 来るかもしれんな。準備しておきます。人参スープのあれを出したらぜひ僕に。そこでカチッと落とせるの、パンの時は。は大丈夫です。むしろ食べますか。いらんよ、前のポケットから出てきたパンなんか増えるか。買おうか。いりますか。いらんわ。僕食べちゃっていいですか、これ。食べていい。ポケットの中でいろんなもん出てくるもんな、汁な。4次元ポケット、僕中学の時の頃ドラえもんって言われてたんで。ほんと、カビバラは。カビバラも言われてました。なんなんその汗。オビロラン。これない。サムギョプサルかこれ。いや、スンドゥブチゲか。でもちょっとダイエット効果があるかな。うん。何？美味しい。美味しいです。あの浮き身は今日アーモンドだけでしたけど、クルトンもカリカリのクルトンもいいでしょうし、うん、今5月でしょ。小イカのソテーとか小エビのソテーとかニンニク効かせたものでしょ。あとベーコンとかベーコンのソテーもいいし、ホタテ貝とかね、非常にこうあの付け合わせのバリエーションは豊富なスープだと思いますので、これ一皿で具沢山に仕上げたい場合は、具をここに足してもらったり、カレーのスパイスで風味を増していただいたりするアレンジがこう非常に効くスープだと思いますので、ぜひ、人参、先週今週と人参シリーズ2回にわたってご紹介しました。またなんかあのあれ使
作ってこれ作ってとかこういう食材で料理してとかご要望があればコメント欄にご記入いただければなと思いますので、ジルの連絡先もここ書いてありますので、必ず載せておきますんではい、ちょっとなんか酒飲んだ？いや、お酒飲んでないです、大丈夫です。じゃあ来週もお楽しみに。セボンです。